エネオスホールディングスエネオスエネゴリエネゴリとはエネオスのイメージキャラクターである。2007年に初登場した。2005年に京都議定書が発行し、温室効果ガスの排出削減が求められる中、環境問題についての情報を提供するキャラクターとして制作された。名前の由来はエネルギーゴリラ。エネゴリ君の星なる場所から地球にやってきた。 地球環境に関心が深く、資源保護に関する同社の活動の PR 役を務める。企画、制作は CM プランナーの福里新一。性別はオス。右利き。身長は約180センチメートルで、衣装はすべてオーダーメイドになっている。子供好きで世話好きな性格。感動、または興奮すると胸を激しく叩きいて、うほ。うほ。 と叫ぶ癖がある。エネゴリのモチーフとなっている西ローランドゴリラが絶滅危惧種に指定されていることもあり、クロサイやフタコブラクダやオランウータンといった絶滅危惧種の動物を友人に持つ。都市対抗野球大会では、神奈川県二次予選の段階から、エネオス野球部の背番号00のユニフォームを着た着ぐるみが現れ、スタンドで応援する姿を目にすることができる。また、 W リーグでもエネオスサンフラワーズの背番号00のユニフォームを着た着ぐるみが試合会場に駆けつけている。相方に熊のエネグマがいるが2020年現在はエネグマは登場しておらず実質上エネゴリのピン状態である。環境問題対策の機運が高まる中新日本石油は家庭用燃料電池や太陽光発電といった ホームエネルギーシステムを扱う企業へ方針転換する必要が生じ、家庭的なイメージが求められた。そのため、当時男性的であった新日本石油は、女性や子供にも受け入れられるよう、イメージキャラクターを制作することになった。まず動物をモチーフにすることが決定され、その中から人間に馴染みやすく二足歩行をするため、CM にも登用しやすいことと、森に暮らしていて、 環境を想起させること、そして可愛すぎないから、ゴリラが採用された。副作と曰く、ゴリラのパワフルなイメージも漠然と寄与したという。電通のアートディレクターである、久保正義が原案を描いた。当初のキャラクター名は、エネゴリラであったが、身近な存在にするため、エネゴリくんに決定した。既存ユーザーの持つブランドイメージを損なう可能性が、 あるとして、社内では反発の声もあったが、京都議定書が発行されるなど環境問題に対する意識が強くなりつつある情勢を踏まえて、新規ユーザーを開拓して、ホームエネルギー事業に乗り出す必要があると議論され、最終的に合意に至った。エネゴリは、エネオス、エネゴリ、エネファームというキャッチコピーの下で売り出され、テレビ CM では、水川あさみと共演。2009年に、 日本新聞協会の新聞広告賞を広告主企画部門で受賞した。ウェブサイト、エネゴリ君の星が開設され、またグッズも販売、配布された。2010年に JX 飛行、日赤エネルギーが設立されて、以降もエネゴリは続投し、2011年には、一郎や竹内優子と対談する広告が掲載された。このような活動を通して、エネゴリは、 主婦層に浸透し、最も反響のあったプレゼントキャンペーンには10万通の応募が殺到した。2019年には女優の吉田洋や上白石萌エと共演し、2020年東京オリンピックに関連して山梨県内の陸上競技場で100メートル走をするテレビ CM が公開された。この CM では新キャラクターのスーパーエーネゴリくんが登場して、 エネゴリを含め3人を抜き去るシーンがあり、テレビ朝日、ビート、たけしのスポーツ大賞のカール君を想起させると評価されている。なお、エネゴリの設定が過剰にならないよう、うほ、以外のセリフが与えられないなど制限を加えたキャラクター運用が徹底されている。ありがとうございます。